はい、どうも、ワドツです。今日はですね、2019年1月の16日、17時43分です。よろしくお願いします。どうも、やり直しましょう。はい。天城風、ありがとう。ありがとうございます。天城風、ありがとう。あざっす、あざっす。天城風、あざっす。ふわっちは見やすい。アイテムが単純。なるほどね。なるほどね。ベンザー新しいの買ってないけど。天城風開封します。ありがとうございます、リスナーさん。ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。おい、たくみさん、ありがとう。ニンニありがとう、ニンニ。ギフトをお楽しみください。配信頑張ってね、ニンニ。人妻ありがとうございます。ニンニさんからアイテムいただきました。アイテムじゃねえや、ニンニさんから天ギフいただきました。ありがとうございます。女配信者しか時代、いやー、女配信者っていうか下心でしょ。結局色恋やんないとアイテム投げないとかいうバカリスナーばっかりだから、人妻からいただきました。あざーす、あざまーす。ギフト、うわ、3000円分ですよ。3000円もいただきました。ありがとう。3000円分いただきました。あざまーす、あざまーす。ありがとうございます。センキューです。いや、結局ね、なんかね、800人くっそ面白い回があったんだけど、花火誰も投げなくて、あ、もう本当にこんなリスナーばっかりなんだと思って、なんか微妙だなとか思った。もう、ちょっとね、慎吾さんも言ってたけど、あ、ふわっち本当ダメだねって。もうね、多分ね、色恋営業ばっかりになってくと思うよ。ワッチに興味はある？あ、いや、まあまあ、金が儲かるからいっぱい参入してきてるだけで、それだけだと思うよ。メリットないっていうふうになっちゃってるの、リスナーに投げてメリットがないっていうふうになっちゃってるのが俺は最大の問題だと思ってるよ。いや、結局、まあ、青山も色恋で、まあ、青山は稼いだからいいんじゃないの。いや、でも別に無課金の人は無課金でいいと思うの。貧乏人とか、その働いてない人とかは全然いいと思うんだけど、普通の働いてるリスナーさんとかは投げなくなったっていうのは、俺はもう終わったなと思うけどね。正直ね、リスナー投げっぱなしだからね。そう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 。でもね、まあまあいいんじゃない？一個のブームが終わったんでしょ。一個のブームが。そうだよ。自分もバイトして俺に投げてくれてんだよ。痛いっていう言い方はちょっとやめてほしいけど。ワトツー貧乏人が通るぜ。いや。いや。大丈夫だよ。俺も貧乏になるから待ってろよ。投げないんだよね。投げない。まあまあ、終わりかなとは思ってるけど。こんばんは。変わったおばちゃんだな、ニンニ。いつか金持ちになるぜ。いや、金を追っかけるなよ。
金を追っかけたやつは全員死んだよ。金を追っかけたやつは全員死んだ。金を追いかけるやつはダメだよ。運営の戦略ミスだね、完全にね。そう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 、投げてワドンに投げる、他人に叩かれるから投げるメリットない。そうそうそう、ワドンには、俺も含めてるの、俺も含めてるの、それはワドンには悪いがっていうのは含めてるってこと。俺はいつでも死んでいいぜ。それはダメだぜ。はい、ワコツ投げるところが増えたのも原因。いや、どうなんだろうね。人生で一番大切な時期にいる障害者の子供がいて、自分も家事やバイトや子供の世話で忙しいはずなのに、和道に入れてあげるのは痛い人にしか見えない。俺はあんまり気分良くないね。和道にもあんまり感謝されないし。一時的にもらいすぎたら減る、先物で儲ける。ああ、それがね、正しい判断かなっていう。だからバブルは弾けてみないと分かんないんだよ。バブルは弾けてみないと分かんない。アイテムいっぱい投げると称号がつくといいのにな。俺もそう思う。すげえ称号ついてるリスナーが枠に来ると、配信者ゴーマすり始めるっていう。いや、なんか17はそういう仕組みだね。ニートが多いわけじゃないよ。ニートはまあまあいるけど、そんなに多いわけじゃないよ。まあ言うて配信の世界に安定なんかないような。まあね、子供を病ませてる張本人だろうとずっと思ってた。何を言ってんのか全然わかんない。感謝されたくてアイテム投げるやつほどかっこ悪いもんないな。見返り求めんのよ。すげえかっけえ、イチゴ超かっけえ。それ花火添えたら最高にかっこよかったけどね。そこだよイチゴ。今のは花火を添えて、大花火とかスターマイン添えたりファンタスティックでやれよ。めちゃくちゃかっこよかったのに。いやいや、コメントだけでもかっこいいんだけど、もうだからそうなったんだって。昔だったらコメント添えたらね、アイテム添えたらめちゃめちゃかっこいいってこの人やってたんだよ多分。だけどもうこういう人が花火添えなくなった時点でもう終わり。いやいや、もう遅い。後出しは遅いって、後出しは遅いって。でも多分投げてたんだよ、こういうセリフとともに。もう投げなくなったんだって。はい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 。花火師は匿名にしたいね。でも花火師が本当に匿名にしたいって思ってる原因って、花火を投げると、DM が来たりフォローされるからうざいっていうことじゃん。だって、ふわっち俺始めたての頃ってみんな匿名で投げてなかったもん。小手半で投げると嫉妬されるからっていうめんどくささの方が増えたんだって。多分そうだと思うよ。今月は家賃、初めてその最低額に行くかなっていうぐらい低いね。しかも正月でお年玉もらってるのに。ふわっち終了って言ってたけど、今日でまあ確定かなっていう。今日で確定かなっていう感じだね。目立とうっていうせい、いや、それもいなくなった感じがする。もう半年ぐらい前はそんな感じだったけど、逆になんか、100万とか投げる花火師のせいで、なんか投げるのがバカらしいやってなった気がするんだよね。多分あれはね、100万プレイヤーのせいだよ。なんかスタップくんとか、塾長とかが、なんかバーンって投げて、配信者がこびへつらって、で、なんだこれみたいな。全然楽しくねえわって。まあ飽きたんだよね。平たく言うと飽きたんだよね。まあそうでしょう。投げる方もね、生活がかかってるとか言うぐらいの人は最初から投げてない人。28号は最初から投げないタイプ。お前さ、塾長には来てもらいたくないんだろう。っていうか塾長来てないし、一回も
俺スタップくんにもうボロクソ去年暴言言ったかんね。なんか爆投げしてたって知らなかったっていうのはあるんだけど、二度と来んじゃねえゴミクズがっつって叫びまくったよ。ここだけの話、最高月収いくら、金の話はしないって決めた。もう得がないからしない。俺のあれ？ツイキャス終わってない？あれ？ツイキャス見れてる？あれ？あ、ツイキャス見れてるか。大丈夫か。生活かかってるっていうぐらいだったら最初から投げてないから。バーガーとメガホン投げてたよ。投げてた。対価に見合う放送すればいいだけだろう。いやいや、そういうもんではないよ。どれが本棚のもう一個組み立てればふわっちも良くなる。アイテム投げなくても小月どもは行き場所がなくて配信するからただで見れるし。まあまあ、それが、まあ、それはそうだろうね。どうなんだろう。俺は生き残るかどうかわかんないよ。いや、ふわっち辞めるとは今断言はしないかな。ただ、あんまり本当に良くないなって思ってる。まあ、去年、ふわっちは去年がピークになると俺は予想してる。今年から落ち始めるってずっと言ってる。慎吾にノンラブ投げてたの知らない。知らない。ノンラブはコメント打ってたよ。ふわっち終わりじゃないかな。今年で。終わりっていうのは、サイトがなくなるとかそういう意味じゃなくて、稼げなくなるって意味ね。そういう意味だから。配信者も小好きだけど、見てる方も小好き。ウィンウィンの関係が成り立ってないよね。便所さんの考え方聞いてないからわかんねえな。金がないと思われたくない人はいなくなる。いや、そんなことなくて、投げない人増えたような気はするけどね。配信者の数はどうなんだろう、減るかどうかはわかんない。ただ大手は間違いなく抜けていくと思う。配信自体は最初から面白くないよ。ファンタスティックぐらい投げてもいいけど、応援してるんだかしてないんだかわからない爆投げ師が出てきてたな。でしょ？なえたでしょ？だって、俺マジで、ここ半年ぐらい、どういう感じかっていうと、これマジなんだけど、半年間、毎日放送やるじゃん。20日間か、25日ぐらいは赤字だよ。25日間は、8時間分回して、2000円とか3000円なのよ。で、延長代がだいたい700円ぐらい引かれるから、本当に手取り2000円とか3000円で、やばい、やばい、やばいって思ったけど、花火くださいってやると、放送成り立たねえから、花火くださいも言わないように、言わないようになるべくしてて。で、結局、その10万とか投げてくれる人のおかげで、月収20万超えて、なんとかなったわ、なんとかなったわ、っつって、もう後半頭おかしくなりそうだったもんね。もう今年は開き直ったけど、12月と1月は開き直ったけどね、もういいやと思って、バカくせえと思って。正直言うとね、頑張ろう頑張ろうっていう気は、去年の末ぐらいまであったんだけど、なんかね、もう、配信者の方もやる気なくなってると思う、多分。赤字っていうのは、俺は1日時給1000円稼げたら勝ちだと思ってんの。俺の基準なんだけど、時給1000円分稼ぎたいっていう。だから30分に一発花火飛んだらいいやっていう感覚だったの。で、ずっと昔は、それくらい本当に、なんか4時間枠とかやったら花火10発ぐらいもらえたから、みんながコツコツくれんの、10発ずつぐらい。1発ずつ、トータルして10発みたいな。だから、時給1000円成り立ってたのよ、完全に。で、まあ、延長代とか引いてさ、まあ、9000いくらとか8000円とかになるじゃん。だったら、まあ、バイトするよりも配信頑張ろうと思ってたんだけど、まあ、投げない、まあ、投げない。ああ、そうそう、キツネ枠2月とか、おはようございますって言って、枠開けたらもう3発ぐらいくれたもん。本当にそれ。3人ぐらい気のいい人が、今日もよろしくね、みたいな感じで投げてくれてた。でも、もう、なんか、無理でしょ、そんなの。
まあ大手はどんどんそれ言わないだけで嫌われるじゃん。自分に損しかないから言わないだけでパって身引いたんだと思うよ。もうきついのが当たり前になって、もう精神状態おかしくなるから、もうなんかあんまり金を追いかけるのやめようみたいな。もう普通に純粋に最近楽しんでるね。初心に入ろうと思って。花火師が減ったっていうよりも、いや、実際みんなも投げてないでしょ。実際みんなも投げる頻度減ったでしょ。単純にそことリンクしてると思うよ、俺は。どこの枠もさ、あ、まあ単純に飽きたんだろうね。大波だったね。今かん、ああ、まあ、逮捕とかは別に波だと思わないけど。まあ、最初から投げてる人はあんまり関係ない話だね。最初からな投げてないからね。アイテム投げるリスナーが一極化してるだけ。いや、そんなこともないような気がするんだよね。いろいろ見てるけど。いや、捨て頃1がピークじゃない。去年がピークだね。いや、お小遣い稼ぎっていうか、もう二極化していくんだと思うよ。もう本当に色恋しないと無理だと思うよ。こっから先は。一発やらせてくれてそうな女か、本当にやれる女か、君にしてくれる男しか儲からないと思う。正義感あってよかったけど、収入的にはめちゃめちゃ厳しかったけどね。本当日当2000円とかなのにさ、俺の4日分の収入ぶっ飛んだからね、タクシー代で。いや、きついよ、本当に。テルチャンピオンは生活きつくないんじゃないの？ 2800 万稼いでんだよ。まあ、配信が出会い系サイトになったってことだね。配信が出会い系サイト。本当それ。マジでそれだよ。配信が出会い系サイトに変わったんだよ。残念ながら。非常に残念です。まあまあ、しょうがないけどね。それはもうしょうがない。レビュー入らなくなったな。チャンピンはクンニ派。まあ本人が言ってるからね、抱いてるって。いや、どうだろうね。ふわっちがどうするのか知らないけど。よっさんとコラボするっていうのはね、なんか根本的な解決になってない気がするんだよね。根本的な解決に。リスナーと合わない配信者しか信用できない。リスナーと合わないのが俺は普通だと思ってるんだけどな。なんか最近はなんか本当にね、なんか微妙。まあ主婦でなんかテルとかに爆投げしたのは人生破綻するやついるだろうね。過疎なんて、過疎はね、別にね、本当に純粋に楽しんでるだけだから、むしろ過疎の方が健全かもしんないよ。一回食えるようになった配信者がきついんだと思う。あのね、なんでかっていうと、過疎の人ってもともとニートだったり、もともと生活保護だったり、もともと働いてたりするんだよ。一回、なんつうのかな、配信で食えるようになった、ここ2、3年の配信者が結構やばいと思ってる。ん？
金梅さんだ、珍しい。ちょっと待って、金梅さん、金梅さん、なんだ、ちょっと待って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 、金梅さん珍しいな、金梅さんどういう流れ、金梅さんから電話かかってくることある？キャスで配信中？あれ？電話かかんないんだけど。え、金梅さん何？え、かかんないんだけど。いや、なんか折り返してるんだけどかかんないね。なんだろう。いやだってしょうがないじゃん。いいか。いや珍しくない？金梅さんが。金梅さんどうしたんだろう。かけまくって電話中？うん。今ラーハゲさんに電話してんだ。うん。通話しまくるゲーだ。捨て頃のセコンドの依頼ってあの人できんだから。捨て頃。酔っ払ってんだ。まあかかってくるでしょ。大手に必死だから今の自分を鏡で見てみろ。金梅さんバイセクシャルだからね、いろんな男の配信者とやってるからね。便座直してんの今。頑張ってるかな。去年の捨て頃しつこすぎた。あー金梅さんのね、思い出したわ。あ金梅さんを新宿に送る時ね、ベロンベロンに酔っ払ってたもんね。コメント走ってもね、アイテム飛ばないよそれ。昔だよ、今飛ばない、うん、今飛ばない。キートスも終わった。0円でフィニッシュ。うん。金梅さんから誘われたことはないけど、本当にホテル行こうとは言われたことは一回もないけれども、ずっと、オフの飲み会ね、配信回ってない時に、ワド君っつって、ずっとこうやって触られてる俺。ワド君元気かい、ワド君っつって、本当にこうやってずっとされてんの。いや、ちょっとやめてください、金梅さん、つって。へえ、ワド君、元気かよ、とか言って。これマジだからね。ずーっとチンコ撫でられてんの、俺。多分ね、金梅さん、俺タイプなんだと思うよ。でか、誰でもいいんでしょ、うん、誰でもいいんだと思うよ。うん、金梅と13発やったら花火130発上がる。金梅さん結構有名だからね。へえへえとか言って、うえっつって、こうやは多分一回はやってると思うよ、うん、悪ノリでも男でやる？悪ノリでも男が男のチンコをこうやってずっと撫でるってやる？俺やらないと思うんだよね。飲む、うん、やらないでしょ。まあアイラはね稼いだかんね。ふわっち終了っつうか、俺は稼げなくなると思うね。でゆっくりゆっくり衰退していくと思うよ。それの始まりが今年だと思ってるね。飲みの席だよ。いやシラフだったら怖えだろ。シラフでチンコ触られたらネタにすらできねえよ本当に。
花火飛ばないね。慎吾もやられてるっぽいな。いやー、俺は慎吾さんの今日の枠見てくっそ面白かったのに、アイテム全く飛んでなくて、あ、終わったなって思ったけどね。風船ありがとう。いや、単純に脱税配信者が逃げたんじゃなくて、普通に稼げなくなったからいなくなった。いや、どうすっかなと思って、いや、もう本当辞めざるを得なくなってきてると思うけどね。辞めるっていうふうには決めてはいないけど、もう本当にアイテム飛ばないっていう腹くくってやってるけどね、今。もう逆に言ったら、まあ見てくれる人がいるから、サービスぐらいの気持ちでやってるかな。なんか変わった。いや、爆投げ師が出てきたあたりからなんか風潮が変わったよね。完全にそことリンクしてるんだよね。俺は多分爆投げ師が一番の原因だと思ってるね。特に俺みたいに美課金の人でやってきたようなタイプ、うち大物花火師みたいないないじゃん。美課金花火師大切にやってきたけど、みんな投げなくなった。いや、もうそう考えるしかないでしょ、本当に。もうだってニコ生の頃から考えたら古い付き合いだからさ。配信歴6年かな、俺は。6年目だね。そうそう、爆鍋。いや、大喜びしてる姿じゃないの。これ。なんとかさん、なんとかさん、なんとかさんって。うわーって、深層心理、なんだこれって。ってなったんだと思うよ。これだよ、これ。俺だから嫌だったんだよ。その、これやってんの見てリスナーなえてんの分かったから。15発でしょ。誰もいなくならないよ、ふわっちで。いやいや、俺が言ってる順番とは違う。大手が抜けていくの、どん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 。稼げないからって言って。キャスに行くんだよ、多分。で、大手が見ないからっつって、大手に付随してたリスナーさんがごそっていなくなっていくの。で、結局、大手がいなくなったら、アイラとか、もう行かざるを得なくなるんだよ。ワカとか、その、ネット放送も。結局残るの、どかそ主ばっかりみたいな。多分そういう未来なんだと思うんだよね。俺の予想は。多分ね。まあ今放置してたらだけどね。仕組みが変わったら。だってさ、冷静に考えてさ、アイテム投げてる人ってさ、運営に投げてる人なんか一人もいないじゃん。でしょ？みんなアイテム投げたことある人はさ、運営頑張ってねって思って投げてないじゃん。配信者の活動を支えよう頑張ってね、投げてるの。ツイキャスってだって7割だよ。1000円ってでかいじゃん。1000円ってめちゃめちゃ高くない？それをさ、500円のサイトとさ、700円のサイト、どっち選ぶよ。投げる方も。だったら、投げてる人からすると、いや、だったら、ツイキャスで投げるわ、なるでしょ。だから、どかすだけ残るっつっての。人の話聞いてよ。どかすだけ残るんだよ。俺はもうとっくに終わってるから。もう半年ぐらい前に終わってるよ。あ、ツイキャスの皆さん、お茶箱お願いします。金返せって、俺借りてないけど、あなたから。ツイキャスやってるもん。まあ、キャスに完全に食われるだろうね。俺もそう思う。もう手遅れでしょ。過疎は何もできないって、過疎もともと何もできてないじゃん。投げ銭が始まる前から何もできてないじゃん、過疎は。でしょ？知らない。県とか配信者じゃないと思ってるから。運営批判は万大将。批判じゃないじゃん。事実じゃん。事実。どうだろうね。何が正解かは分かんないからね。何が正解か分かんないし。まあ、これはもう時代の流れみたいなもんだからしょうがないんだよ。これこれ、キャスだけで年収1億あるんだ。すごいね。やば。
森が塾長やスタッフ君にはひいきして一つの花火しか投げないのに、あんまり今までのように喜ばないのは無視してると思った。まあまあ完全に麻痺してるでしょ。俺は花火飛んだ時めちゃくちゃいいリアクションするからね。ただ見せられないんだけど、飛んでないから見せられないんだけど、うわーって思うよ。花火飛んだ時。うわ、こいつすごいなーって。もうフレッシュ、初めて飛んだ時の感覚覚えてるからね。再現するから。初めて500円いただいた時の感覚。いやいや、ごめんね。飛んでないから見せられないんだけど、うちは本当にそういう感覚でやってるから。そういう感覚で。もうだから、あ、すごいな、投げたいなって思うよ、みんなは。欲しがってない、欲しがってない、欲しがってない。もう超絶神対応リアクションですよ。ああ、和道ってやっぱフレッシュだなって、フレッシュだなって思うよ。いや、だからもう終わりなんだって、フワッチは。もう投げる理由が何一つないんだもん、投げる理由が。だってみんなも投げんのバカバカしいでしょ。バカバカしくない？本当に。いや、だから、だって大手がみんなツイキャスに行ってんじゃん。大手がツイキャスに。大手がみんな、もう全然楽しくないわって。はい、ワード2。いや、俺はもう終わってるっていうのは別に周知の事実だから。ふわっちが終わる前にとっくに終わってたから、俺は。いや、ファンタスティック上がったらすごいよ。はぁ、みたいになるよ、本当に。いや、もうそっからすごいよ。泣くかもしんないよ。っていうか、泣いてきたしね、今まで。ファンタスティック花火もらったら。号泣。もう本当にありがとうございます、みたいな。僕みたいなもんに、本当に、ああ、本当にみたいになるよ。本当に。ただ、見せたいんだけど、本当のね、本当のリアクション見せたいんだけど、飛ばないんだよ、うち。ごめんね。もう半年っていうか2年ぐらい、下手したら3年もらってないから、ファンタスティック花火。でももらってないんだもん、しょうがないじゃん。見せたいよ、俺だって。この間の空いてなかったよと、ファンタスティックもらってない、もらってない。まあ、飛んだら見せてあげられるけどね、飛んだら。もうすごいよ。こんなリアクションすごいの見たことないってなるよ。なるなるなる。もう涙止まんないよ、リスナー。なんか、うち泣けてきたっていうコメントがすごいよ。もらい泣きとかすごい、もう、ドゥワーって流れる。すごいよ。もうファンタスティック飛んだらもう、うんこを漏らすかもしんない。へえ。イメトレとかないよ。フレッシュな本当のやつだから、演技とかじゃないもん。うわー、もう心の底からのやつだから、ピュアな、ピュアなやつ。ふわっちなんて潰れちまえ。そうそう、天井の穴は俺が飛び跳ねた時だよね。いらないよ、ファンタスティックなんて。なぜ和道さんに花火師が来ないと思う？嫌われてるからでしょ。それ以外の理由ないから。嫌われてるからだよ。言わせんなよ、本人に。みんな答え知ってるでしょ。嫌われてるからだよ。わかった？俺の口から聞けるなんてレアだよ。
ワード、どの枠もあんま飛んでない。みんな、みんな全体的に下がってるよ。はっきり言うけど、マンスリーランキングもう50%ぐらい水増したかんね。昔、7割ぐらい、7かけぐらいの計算で収入計算だったけど、今ひどい、本当に。今、本当にふわっちのポイントの水増しひどいよ、マンスリーの。あれの半分だよ、手取り。運営が50%にポイントかさ増してる時点でもう、どれだけ焦ってるのかでしょう。いや、水増しだよ、ふわっちポイント。いや、昔は3割ぐらい持ってたの。だから100万って表示されてたら手取り70万ぐらいだったのね。もう去年からもう半分以下だよ。光熱費込みでここいくらぐらいだろうな。光熱費、ネット代とかも入れんの？ここが家賃6万でしょ？どうだろう。光熱費、1万5千円プラスして7万5千円ぐらいじゃないの？シンゴはもう月収60万に下がった。去年は毎月60、100万超えてた。それくらいだろうね。俺は辞めるとは全然思ってないけど、今。しばらく、キツネ枠に需要があるから、唯一。これが本当にね、キツネ枠で30人とかになったら、マジで辞めようとは思ってるけど。キツネ枠で、どうだろう、50人以下になったら終わりかなとは思ってるけどね。そしたらはっきり言ってスパッとやめるかな。やる理由がないから。ワドは去年5000万ぐらいは入ってる。余裕あると思ってるから投げてない。 マジで毎月電気止まるのに。いや、俺月収60万なんか稼いでねえよ。いや、どうだろうね。閲覧増えるような兆しは見えないかな。日差しは見えないかな、あんまり。どうなんだろうね。時価でもらっ、俺ね、時価もらいは本当に一人もいない。マジ。最後にもらったのじゃあ言おうか。これは別に言ってるし、別にもらっても正当な理由だと思うから、祖祖から捨て頃終わった時に、打ち上げで、祝儀袋をもらった。そっからは一切もらってない。しかもそれも2年ぶりぐらい。ふわっち始めたから俺現金受け取り全くしてないの。だから、捨て頃の時はいいかなと思ってご祝儀袋いただいたけど、それだけ。でもそれは別にいいでしょ。そう思わない？それはさ、裏っ引きとは違うな。いくら？ それは それは今名前出しちゃったから、祖祖の名誉に関わる問題だから、祖祖が離れるのとか嫌だから、それは言わないでしょ。ご祝儀はいただいたけど。林さん送って枠でもアイテム飛んでなかった。バイさん送った枠でも、あれはいただいたけどね。逆にそれしか集まらなかった。俺はね、直振りはあんまりって感じなんだよね。運営サイドも別に儲かっていいでしょうっていう考え方だから。勝ったら包んでいくよ、捨て頃。ありがとうございます。もっと集まってるか？いや、俺は全然だね。ていうか、ぶっちゃけ、ぶっちゃけて言おうか。20万切ったことはない。ふわっちの収入が20切ったことは1回もない。ただその計算式がどういうことかっていうと、もうここ半年間のね、ここ半年間、1000円、2000円、3000円を20日間ぐらいずっとうろうろしてんの。1000円、2000円、日当だからね。1日8時間、10時間、ずーっとこの閲覧で、こうやって回して、これだけ人が見てて、1000円、2000円、3000円。
がもう20日間以上だから毎日胃がキリキリしてんの。そうで延長料金が700円とかかかんのよ。だからもう手取り1000円とかので月末にやばいやばいとか発狂するじゃん。でそのすっげえなんか20万とか払うごく一部の一人みたいな人がたまに現れて本当に助かったってやって家賃払ったりとかそういう生活俺は、うん、マジで。風船ありがとう、風船ありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます、風船ありがとうございます。面白い。うん、ごめんなさい。うん、月一そうだね。ちょっと勝負しようかなと思って。今までにない風船ありがとうをやってみたかったんだよ。うるせえよバカっつって。本当にびっくりした。はい、まだつ、あ、ごめんなさい、俺も耳がキーンってなってるから、俺もダメージ受けてるから。うん。KP ありがとう。うん、その便座直してんだよ、便座壊れたから。あ、本当にね。いやでもね、もうこの先ね、本当ダメだと思うよ。何にもないと思う。もうね、終わったんだって。花火投げる人なんか出てこないよ今後。うん、だからまあまあもう細々とやっていくんじゃないのかな、この先っていうのは。うん、うん、アイテムが飛ばず兵糧攻めにされて苦しんでる見るのも、まあまあ全部ネタだよ、全部ネタ。うん、あ、やばい、あ、この人花火師だ、花火ありがとう、やべえの来たぜ、やべえ花火師来たぜ、花火ありがとう、マジでやばいやつじゃんこいつ、花火めっちゃ金持ってるやつ来たよ、めっちゃ金持ってるやつだからこいつ、マジで花火ありがとうございます。マジか、びっくりした今、マジだ、すげえの来たわ。いやこの人マジでやばい金持ちだからね、やばいの来たから。花火2発だっつって舐めてた対応してたけど、やばいこの人。いや、この人やばい人。この人やばい人だから。うん。いや、マジで。マジでこの人やばい人。ちょっとやべえと思った。本当に。言えないけど、名前は。ビル・ゲイツ級だから、本当に。マジで桁違いの花火師だから、これ。これ、とか言って。いや、本当にとんでもねえから。うん。いや、もう超有名だから、この人。キツネのグッズがアイテムもらったら、俺は誰からアイテムもらったかわかるから。うん、やば、何号チェックしよう、何号だった、花火何号、花火、え、花火何号、ちょ待って、何号、うわ消えた、144ね、144だわ。いやもうとんでもないよこの人。この人のさじ加減でマジでマンスリートップ5に入れるぐらいの力持ってる人。1443がもう気が変わったら本当にマンスリーだよ、マンスリートップ3に入れるぐらいの人。いや本当にすごい人この人は。1443の気持ち一つで配信会の勢力図が変わるレベル、マジで。ネタじゃなくてマジの話。うん、マジの話。うん、いやマジな話、誰かは言えない。とんでもねえ人、とんでもねえ人。うざい、ボケ、お前からもらおうとしてないんだよ。144号さんに今話してるんだよ。うるさいよ、115号はてめえからもらおうと思ってないよ、ゴミが。うん、いやもうすごいよ、144号さんのさじ加減でもう運命変わるから。びっくりした。うん、
うるさい、爆投げディスとかやめろ、うるさい、うるさいお前ら、うん、2発飛ばしてくれた、態度が悪かった、すいません、はいはい、すいません、はい、すいません、アイワード2、見せての意味がちょっとよくわかんないけど、うん、名古屋のキングって人が怒ってるよ、カルシウム足りねえんじゃんやの知らないよ、会ったこともないし、うん、ふわっち見る枠なくなったから来たよ、ありがとう、うん、控えだから控え、もう本当にあーっつって、うん、任せて、ベンチ温めといてるから大丈夫だよ、夜8時ぐらいになったらスタメン来るから、温めようぜ、肩鳴らしておこうぜ、うえーっつって任せろよ、うわおいマジかよ、くへーありがとうございます、わーわーらーてめろらー、やばいぞほんとマジで、144号さん来てんだよマジで、お前らお前らマジでやべえかんな、ほんとえぐいかんな、この人マジで、この人えぐいかんね、マジで、ざまあ見ろ、うん、マジで俺は本当にあのやべえの来たなって思ってるから、それは言えない、144号さんと俺のもうほんと DM とかで作戦したいね、ふーい、頑張ります、144号さん映画頑張ります、ありがとうございます、頑張ります、あざます、いやーもうやべえな、やべえなこれ、やばいよ、言っただろやべえ人だって、これもうマジでね、144号さん一人のさじ加減でマンスリー俺が上位に食い込むとかあり得るからね、それくらいの力持ってるんだよ、もうこの人はこいつ気に入った、こいつを1位にしようって言った瞬間にそれを叶える実力を兼ね備えてる人なんだよ、わかる、勢力図を変えるんだよ、シャンクスって呼ぼう、シャンクス、あえてね仮の名前はシャンクスですよ、4校ぐらいの力持ってるんですよ。4校。いや、余裕でしょ。余裕でしょ。間違いなく、やばい人だよ、この人。いや、もう名前は言えないけど、その許可を取ってないから。うん。許可を取ってないから言えないけど、まあまあ、いつか話す時が来るんじゃないの。いつか。え、ワド誰なのって。あの人一体何者なのって。足長おじさん誰なのっていう。いやでも俺は前々からあやべえなと思ってたから、うん、頑張る頑張るって言ってたから、うん、いやーすごいね、うん、赤髪のシャンクスだよ本当に、やべえよ、映画のこと知ってるからただのリスナーだね、いやいやいや、もうやめとけって、もう本当お前ら恥かくぞ、やめとけ、図が高い、覇王色の覇気まとってるから、覇王色の覇気、144号さんいろんなところで投げすぎ花火師だったらファンタ連続で投げるだろ、違うから今牽制してんだよ、お前らのアンチ力を試してるんだよ、ここのアンチヘボくないっつって、何グレート花火クール花火って、普通の花火大花火何なのって、今ちょっと弾を確認してる感じだから、肩鳴らしてる感じなの144号さん、えどれくらいなのっつって、ここのヘタレアンチのものっつって、とりあえず全員グヌヌって言わせてあげるよって、そう、俺はこの人はゾゾタウンの社長よりも、ゾゾタウンの社長よりも素晴らしい、素晴らしい影響力を持ってると思ってるから、うるさいうるさいうるさい、さっきからコメント欄がこびてるこびてるとか、うるさい、黙れボケカス、うるさい、これからはフワッチの時代だから、これからは、これからは、これからはフワッチの時代だから。ああ、うるさい。
うるさい、黙れ、うるさい。お前らの愚痴は後で聞いてやる。今は、今はゴマをすらせろ。全力で、全力でゴマをすらせてくれ。もう俺は家賃が払いたい。俺はのんちゃんとマクドナルドのビッグマックを食べたい。ポテトは L で行きたいの。シェイクも大きめで行きたい。アップルパイも食べたい。わかる？わかる？俺のね、コーラがビッグマックになるのか100円マックになるのか今すごく大事なところなの、うん、すごく大事なところ。いや、ふわっちはテロップ変えらんないから、うん、北郷にもらおうとかやめろ。ほんとあのさ、ほんとさ、北郷さんとかのこと北郷呼ばわりすんのやめてくんない？ほんとに三又さんのこと三又っていうのやめてくんない？ほんと、うん、すごくやりづらいから、なんか俺が言ってるみたいになったら嫌じゃん。おい、悪ーっつって、お前よって俺のこと三又呼ばわりしてんだろうって三又さんに言われたらすげえ嫌じゃん。お前生意気だな、ワドって、うん、やめて。北郷さんって言って、うちのリスナーは三又っていうのやめて。三又さん、北郷さん、うん、ダンカンさん、マナー守ろ本当に、うん、144号へそ曲げたの？嘘、どこにいんの？へそ曲げたの、うん、アルチュー北郷とかやめて本当に。三又さんはなんかドラマの撮影が忙しくて、三又さんでも結構やりたがってるよ、ノリノリだよ、うん、三又さんはまあ今月ぐらいにやるんじゃないの、うん、今月ぐらいにやると思うよ。よっさんに300万も投げるならこっちに30万ぐらい投げろ、うんうん、三又さんは来るんじゃないの。3年連続で負け確定って捨て頃のこと？いや、俺は毎日5キロ走ってるからね、うん、5キロってプロレベルだから、プロボクサーと同じぐらい走ってんだよ俺は。負けるわけないでしょ。2キロ走ってドヤ顔してるおじさんと一緒にしないで。プロ級に走ってるから、なんならプロボクサーなんじゃないかな、もう、もはや。そう思わない？プロボクサー、朝起きてね、ロードワーク5キロやってんだよ俺。5キロ、いやプロボクサーでしょもう。いや5キロだよ。配信する暇があるなら練習しろ。いや練習してるよ、やってるよ、うん、散歩じゃない、ちゃんと走ってるよ。花火分かったから本題のふわっち終わりの話もう終わったよそれ本題、うん、ループになるからやだ、めんどくさい、もう終わった。監督、トークに落ち着きがありません。大丈夫、花火が上がらなくなって30分ぐらいしたらあのまた戻るから。今ちょっと心拍数が上がってるから。あの花火もらいすぎてなんか心拍数上がってるから、ちょっと待ってね。あるだろそういうの、わかる、本音で喋ってるから。心拍数がパク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 って言ってるから、もう一回もらえるかもって。今日すごいもらえるかもと思ったらもう高なる高なる。だから30分、あ今日もう終わりねっていう、スーって心拍数戻るから、もうちょい楽しませてこの高なりを。この高なり久々だから。だって花火4時間枠で花火1発とか0発なんだよ最近俺、うん、ドキドキしてる、うん。
映画には使わないよ。俺の私利私欲を肥やすために使わせてもらうよ。そう、自分自身一人バーストだから、うん、心臓に悪い。箸休めのバーガーありがとう。心拍数戻ってきた、うん、ありがとうございます、うん、そうそう、バーガーとかも安心感しかない。普段もらってるアイテムだから。ボンかな、ニンニかな、ニンニはハートか、ボンだな多分な、うん、ボンじゃないわバーガーありがとう、うん、いやまあまあ本当にちょっと久々見たね、グレート花火大花火ももらったからちょっと久々に見たね、夢かなって思った。よかった、今日はよかった。いや、いや、捨て頃はね、俺ね、マジで話すると、なんかね、俺、テルにも言われて気がついたんだけど、負けない戦いしてんじゃないのみたいなこと言われたの、テルに。勝つ戦いじゃないよって。負けないように戦ってるように見えるっていう。だから負けんなよっていう。もういいんじゃないって。もう本当に、スタミナさえ上げてくれれば、俺ワドを勝たせるよってテルに言わせて、スタミナは走ればいいだけだろうって。あとはお前は優しすぎるからもう本当に殺せって言ってた。もう殺す気でやれって、殺される気と殺す気でやれって。そう、負けないように戦ってるからって。そう、テルもぶっちゃけた話、お前勝つシーン、勝てるシーンあったよって、俺との戦いでって。でも殺されるっていう気迫はなかったって言われた。直樹兄さんの時ももっと前に行ったらワンチャンあったよって、勝てる試合を取りこぼしてるようにしか見えねえって言われて。だからとりあえずテルチャンピントレーナーやるって言ってんだけど、トレーナーってセコンドやることになったんだけど、向こうはあれだろって、プロボクサーになんか教えてもらってんだろって、俺お前のコーチやってやるよって言われて、あーテル頼むわっつったら、じゃあ手始めにとりあえずお前のこと自転車で吹き飛ばすって言ってた。えって、いやだからって、ワド、お前が突っ立つんだよって、俺が後ろから自転車で激突するからお前は耐えろって、何発も何発も不意打ちするからって、お前は道を歩けと、俺が後ろから自転車で突っ込むと、その痛みを耐えられるんだったら雅のパンチなんか効かねえよって言われて、意味がわからないと思ったけどね、うん、で合宿もやるらしいよ、合宿も、うん、はいワドツ、そう、とりあえず自転車で何発も引かれて倒れなかったらお前は余裕だって言われたね。まあちょっと何言ってるかよく分かんなかったけど、ちょっと何言ってるか分かんなかったけど、まあとりあえず自転車で引かれるらしいよ、うん、バキじゃん、硫酸よけるってあれじゃんバキじゃん不良の先輩3人に絡まれたバケじゃん、うん、液体は多分避けらんないと思うんだけど、バケすげえ避けてたあれ面白かったよね、うん、ちょいちょい板垣先生ギャグ漫画に走るからね、うん、青山はあの裏捨て頃で税務署と戦ってるんだよ今。俺は格闘技の捨て頃をやってるけど、青山は今国税局と捨て頃やってるから、それは知らん、うん、それはあいつの戦いだから俺ら関係ないから、もう勝手にやってくれって思ってるけど、俺らの責任全くないから、そう、あいつは一人で戦って、わあお茶爆ありがとう、ありがとうございます。今日すごいね、今日すごいよ、今日すごいよ、本当に。どうなってるの？どうなってる、メン？だってアイテムが、今日すごいアイテムが飛ぶんだもの。え？のんちゃんよりアイコの方が良くない？いや、だから俺はアイコちゃんはふわっちっていうか、配信会のあれだよ。あの、なんだっけ？あの女の子なんだっけ？
なんだっけ、名前が出てこないな。ちょっと待って、心拍数がやっぱり高いからもう30分待って。吉坂由里子だよ、ふわっちの吉坂由里子だと思ってる俺は。愛子ちゃんを見るとハイボールが飲みたくなるの。わかりる、わかりる、みんなそっくりでしょ、吉坂由里子ふわっちの吉坂由里子だよ。愛子ちゃんね、かわいいよ、うん、森高千里はのんちゃんだから、トータルで考えろ、今日上がったって大したことない。まあそうなんだけどね、うん、結局そうなんだけどね。いいじゃん、今日ぐらい楽しませてよ、うん、ノンラブはなんか関さんのところにいたから元気だと思うよ、うん、お茶爆タイム終わったからこんばんは。帰れ帰れ帰れ、そそ帰れ、もう本当に帰れ帰れ、お茶爆タイムが終わったからこんばんはっていうやつは帰れ、本当に。キツネ枠の方に行け、もうそんなの見たくない、そんな課金しないソソなんか見たくないお金がなくなったソソなんか見たくない、本当に。月末のソソに会いたくないよなんで税金払わないの、払い方が分かんないから。深田恭子は誰かな、うん、深田恭子か、あー、あの子じゃん、なんだっけ、名前出てこないけど、あの子かなっていうのあるよ、うん、お前感覚おかしい、薬やってるだろ。あー、もう脳内麻薬ブリッブリだね、うん、脳内麻薬バリッバリですよ僕は、うん、お茶爆タイム終わったから来たよ、はい、おかえり、ゾゾ便座はおしゃれじゃない、普通に直さないとと思って、うん、今日は機嫌いいね俺、すげえ機嫌いいね。そりゃそうでしょ、人間稼げてたらよ機嫌よくならない、なるでしょ、そんな普通だろ、うん、花火大会は分かんない、144号さんの気分次第だから、金欲しいね、うん、時給8000円だからね、うん、明日になったら鬱になるんでしょ、わかんない、明日も花火飛んだら鬱にならないよ、うん、わかんない。でも別に金持ってても鬱になるときなるからね。コメント走るスピードとアイテムは不思議と関係してる、いや関係してないと思うけどな、あんまり関係してないと思うよ。仕事してた方が精神的には間違いなくいい、収入的に、その配信の場合ってほら一撃10万とかあるじゃん、だからパチンコみたいなもんで、脳内麻薬ドッパドパ出んの。だけど、上がらない日は1日0円とか余裕であるわけじゃん。だから、はっきり言って、パチンカスみたいなもんだよ。本当に。パチンコやったことない人わかんないかもしれないけど、花火バンバン上がってるのを、はっきり言ってもうパチンコ以上の、脳内麻薬だから、もう本当に。ただそれだけ、本当に。うん。いや、呼ばれてない。新年会。うん。配信は待ちっていうか、まあまあ、普通に喋ってて、まあ、パーって喋ってみんなとコミュニケーションを取って、いきなり来るわけじゃん。予告なしだから、確変とも違うの。あのね、なんつうの、でかい音鳴る、レバーオンの時にでかい音鳴る系あるじゃん。あれに近いの。しかもさ、レバーオンって自分のタイミングじゃん。前兆演出がないくて、いきなりキュピンキュピン、あ、シマウタ、シマウタっていう台わかる、オキスロのキュピンキュピンキュピンってパトランプ鳴る系、あれに近い。ジャグラーはさ、音鳴んないじゃん。そう。あのね、あ、今日珍しくめっちゃ花火上がってる。うん、そう、キーンってすごいでかい音鳴るみたいな。あんな感じ。うん。花々とかそういう系。うん。呼ばれてないね。裏物しまうた裏物か、うん、入院してた。285。入院してた。ちょっと待って。今誰だか確認する。あ、マジで？嘘。
仕事頑張ってたじゃん。大丈夫なの？おかえりおかえり。うん。だ練習してるっつうの。俺今やばいよ、パンチのスピード。結構ね、去年より上手いと思うもん。パンチが見えないんだって、本当に。パンチが見えないの。一芸連楽しかったよね。スパーリングはやらないとダメだね、ちょっとね。インフルエンザ気をつけないとね。わかったよ。コメントが走るとアイテムと閲覧、アイテムと閲覧ね、連動してるって話、さっき拾ったじゃん。もう俺、ふわっちの嫌なところ、こういう病気のリスナー大嫌いなんだよ。さっき拾ったコメントをずっと書くバカがいるの。いや、拾われてないから2回目はまだわかる。拾ってよ、ワドはわかるんだけど、拾ったんだよ。拾ったのに、しかもどうでもいい定義じゃん。笑いにもならないじゃん。コメントが走ると閲覧とアイテムなぜか来る。もう、わけがわかんないの。拾ったじゃん。じゃあ正解何なんだよ。もう、意味がわかんないよ。拾ったのに書くからね。どういう神経なの？キツネ枠は花火全然上がんないよ。何？それ、ワド、その答えじゃない、俺。もう一回みたいなノリなの。そのコメントの返しなんかしっくりこないなぁ、みたいな。もう一回書いてみよう、みたいな。どういうこと？いや、だから拾ったじゃん。そうだねって。え、誠心誠意込めないとコメントは成仏しないの？なんなの、ほんと。かまちょ多すぎるだろう。いや、俺のすごいところは、俺のすごいところは、あんなに弱かったのに、まだ呼ばれるんだよ。あんなに、グーの根も出ないぐらい負けたのにだよ。まだ呼ばれるんだよ。そこすごくない？そう思わない？負けたのに呼ばれるんだよ。ね。もう本当にこれ最後にするけど。同じ人しか呼ばれてない？いや、メンツ変わってるでしょ。便所さんの愛。弟分。便所さんからの、この、和道は可愛い。ワドちゃんキャワワですよ。ワドちゃんキャワワ。いやいや、結構ね、出たいっていう人多いんだよ、捨て頃。なんだかんだ。なんだかんだ多いから。便所にこびてるだけ。いや、こびてないよ、別に。全然こびてないよ。写真展とか行ったりとか、企画とか呼ばれたら、はい、行きますって、すぐ、もう、便所さんから LINE 来たらすぐ返信してるだけ。もうどうしたんすか？なんかあったんすか？大丈夫っすか？いや、大丈夫だから、みたいな。何でもしますから、みたいな感じ。もう本当に。今日、便所さん、どうすか？みたいなね。それだけ、ただ。写真展行きたいんすけど、行ってもいいっすか？みたいな。そう、包まれてない、包まれてない、うん、光ると気持ち悪い人間の試合だけ楽しみ。気持ち悪い人間の試合って誰？光ると気持ち悪いって、気持ち悪い人って誰？え、便所が出るやついないって石川の隆起に相談したら、石川の隆起が、和道が暇だろで決まった。ふざけんなよ。ふざけんなよ、ほんと。やめて。のりゆきさん結構、キツネ枠でアンチコメント書いてるらしいから。ゆいが捨て頃行くらしいぞ。え、マジで？ゆいがさん来んの？
いや、あれだよ、のりゆきさん見てるらしいよ、キツネ枠。いや、めっちゃアンチコメント書いてるよ、俺って言ってた。いいね、ありがとう。あー、みんな、あの、捨て頃会場に来る人気をつけてね。あの、お財布に、あの、ゆいがさんが来るっていうから、みんな、あの、お財布ね、こういうの買った方がいいよ。あの、ゆいがさん来るの大変だから、ちょっと待って、アナウンスしないと。ちょっと、あのね、お財布は、あの、小銭入れね。小銭入れにして、長財布とかダメ。バッグに入れたらダメ。で、必ず、チェーンつけて。チェーン。で、ね、これつけて、フック。で、絶対に肌身離さず、後ろのポケットダメ。後ろのポケットも危ないから、絶対もう、こうやってみて。ゆいがさん来るから。チェーンつけて、こうやってみてください。オッケー？みんな。いやいや、もう本当に。本当に。3万円以上入れたらダメだよ。ゆいがさん来るから。いや、行くよ。本当。こうやって。会場うろ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 して、こうやって行くよ。本当。好きあらば、本当にもうガチガチに。うん。電車賃、タクシー代と、もう2000円、3000円がベスト。うん。バックは前。絶対に。いや、もう、ゆいがさんが来たら、もう本当に、財布が、ね、あれ、財布どこ行ったっていうトークがね。配信にリアル持ち込んだらボコられるよってどういうこと？あ、ゆいがさんに？うん。足立由美みたいに言えなく風に？あ、そうだね。首に紐つけた、あの、ガマ口財布が一番いい。そうしよう。すごくいい案だわ。ガマ口のパチンってやつを、こうやって首に下げようぜ。そうしよう。うん。それがいい。それがいい。和道リスナーはそれ徹底して。もう本当に、うん。マネークリップ派なんてもうカモだよ。本当に。カモ。カモだよ。本当に。マネークリップ入れてるやつが悪いんだよ。お前よ、なあ、お前よ、ああいうイベントこととかによ、お前マネークリップとかカッコつけてるやつが悪いと思わねえ。なくしたなくしたじゃねえんだよ、この野郎。なあ、普通はよ、つって。そんなお前カッコつけてるからよ、なくすんだよ、つって。似たかった。あー、ゴロリはやってるね。ゴロリはやってる。俺は、本当に、会場に行く、捨て頃の会場で一番嫌なのが、ゴロリが缶ビールを500円とか600円で売ってるのが一番腹立つの。何の役にも立ってないじゃん。配信会でゴロリとか。ただのデブでしょ、あれ。ただの配信を偉そうに見てるデブじゃん。で、便所太郎さんとか石川のりゆきさんとかみどりさんの、ね、なんか、そばにいるだけで、ほんと腹立つよ、あのデブ。あの不倫デブ。ゴロリとか言って。で、なんならさ、中堅配信者にちょっと、中堅配信者にちょっと上から目線なの。いや、俺、のりゆきさんの側近だからみたいな。いや、みどりさんも、いや、便所さんもみたいな。もうほんとムカつくよね、あいつ。何あのスマッシュ顔。本当に。すげえムカつく、うん。あいつね、俺がね、あの負けてね、会場に行くとね、ニコニコしながら、ワドお疲れっつってビールくれんのよ。俺が負けるとすげえ笑顔なの。それがムカつくの。頑張ったじゃん、頑張ったじゃんっつって、ビールこうやってビールあげるよっつって、すっげえ嬉しそうなの、あいつ。腹立つよなゴロリ。すげえムカつく。ゴロリをぐぬぬさせよ、今回は。ゴロリ知らないんだ。デブだよ。会場にいる一番のデブがゴロリ。いや、ゴロリね、俺が負けると嬉しそうにしてビールくれんだよ、毎回。2の時は柿の種くれた。ワド食べるつって。柿の種くれんの。ねえ、ふわちゃん、アイテムの量減ったよね、なんかね。うん、
負けたらリスナーさんになんかプレゼントしろ。負けないもん。でも捨て頃負けたのにまあまあじゃない、結構捨て頃負けた割にはまあまあかな。逆に俺の勝ちだと思ってるから、ワンもツーも逆転の発想。あれ負けてないんじゃないの負けてない気がしてきた、なんか逆にいやいや なんかそんな気がしてきたわ、ここまで言われたら。うん、俺の勝ちだよ勝ちだよ俺の。うるさい、俺の勝ちだ、俺が勝ちだっつったら勝ちなんだよ。勝った俺の勝ちだよ。疲れてきた、心拍数が下がらない。ナゴキンって呼ばれてんの、クソだせえなナゴキンって呼ばれてんだダッサ名護金って呼ばれてんだ。もういくつだよ本当に。何何何、名古屋のキングが何つってんの。何何何、聞くよ。名護金が何なんだよ。名護金、名護金どこにいんの。名護金何位、閲覧どの辺、今閲覧いくつあんの。名護金は、名護金は閲覧いくつあんの、どこにいんの。ふわっち、ニコ生、閲覧いくつ。はい、お疲れっす。バカありがとう。どこにいんのよ。切れてるのはいいけど。だから、その、ナゴキンはどこにいんのっつってね。閲覧 50? で、ふわっち?どこ?なんて名前でやってんの?ナゴキン?ナゴキンって名前でやってんの?どこ?いないけど。見えないけど。ふわっちの閲覧50。のとこにいんの?ちょっと今見るよ。待って。何ですか?閲覧50、名古屋のキング、名古屋のキング。いないけど。いないけど。俺のおすすめ欄には名古屋のキングってやついないけど。どこにいんの?はるさんが63人、田中が46人。名古屋のキングって人いないよ。いないです。おすすめ規制食らってんの?いないって。50人、閲覧50人いないって。な、カソナム主にどうこう言われたくないよ、俺。いないもんいないんだよ、ほら。ほら。閲覧50でしょ ?45、46、63って。こう50いないじゃん。どこにいんのよ。その名古屋のキングっての。いないよ。どこにいんの?だどこにいんのよ。おすすめ規制食らってんの。いないけど。26人え、いた。21人もういいよ、もう。言わせといていいよ。わかったわかった。閲覧20人なのね。はい。はいはい。はい。はい。はい、かわいいかわいい。
何？なんだよ。何？どうしようしよう。怒ってるって言われたって俺絡みないもん。そんな絡みない人に怒られたって俺なんて言いやいいよ。どうしたいのよ。なんで俺がコラボすんだよ。コラボしねえよバカ。もうその名古屋のキングっていう人と俺絡みないから。いや別に怒っていいよ全然。名古金さんでしょ。ヒカキン名古金でしょ。うん。いや枠とか見ないけど全然興味ないけど。うん。いや見に行きたい人見に行けばいいじゃん。名古金を人気なんでしょ。ていうかさ、カメラ単焦点レンズ、今日ヨドバシカメラ行ってきたんだけど最高だな。単焦点レンズめっちゃ欲しいわ。俺のファンなの？俺あのファンの人と会わないから、あのオフ会とかやってないからごめんって言っといて、うん、俺オフ会とかやってない配信者だからごめんねって言っといて、うん、よろしく。うんこは立ってしてる、ね、向こうにポンプ入れてるやついい、知らないもん。だって本当に絡みないもん。単焦点50ミリの単焦点欲しいね。F1.4 試したの今日ヨドバシカメラで。すーげえな単焦点。カールツァイスのレンズが12万だったかな。カールツァイスのもう単焦点 F1.4 とか、もう何これとか思っちゃって、すごいね。単玉 50mm、 もう F1.4 世界変わるでしょあれ。で安価版、喧嘩版っていうのかな、なんか安いやつが3万円だったの。3万円の単焦点はよかったけど、まあカールツァイスいじっちゃうと明るいどころじゃないよ。あと望遠と広角やっぱ欲しい。もうずっと1時間ぐらいもレンズ触ってたよ俺。楽しいよ、楽しい。もうズームの標準使ってるんだけど、3万円ぐらいの標準レンズなんだけど、やっぱ単焦点持ってないとダメだね。単焦点がないとダメ。いやレンズ高いよ。だってボディって言って、そのカメラの本体が23万とか24万とかなのね。やっぱ単焦点だよね。いや単玉は持っといた方がいいっていう話は聞いてたんだけど、単玉、まあカールツァイスは正直ね高すぎるじゃん。10万は無理だけど、あの3万円のやつ買いてーみたいな。3万円のレンズもうね、これカメラやったことない人はもう何言ってるか全然わかんないと思うんだけど、その普通のレンズ、今使ってるカメラは F3.5 っていう F 値っていうのがあるの。で簡単に言うと F の数字が上がれば上がるほど暗くなるっていうのかな、被写界深度っていうのがあるんだけど、要は焦点が合うところを広くすればするほど暗くなるの。要はここからここの幅でボケないように撮る。で明るくするには被写界深度って言って、ピントが合う位置がどんどん狭くなっていくっていう原理なのね。で単焦点の F1.8 ってピタピタ、もう最高だった本当に。うん、最高だった。花火何発欲しいですか、希望よろしくお願いいたします。花火、まあ単焦点3万のレンズが買えるのが花火60発だから、まあ花火50発欲しいですね。花火50発欲しいです。そしたら今日の日当で単焦点のレンズ買えるんで。うん、名古屋のキングと話さないよ別に、全然興味ねえわ、うん、いやだからレンズがいいと全然違うんだって。で望遠レンズも、望遠レンズも欲しいけど15万だぜ。15万、うん、でもさ 85mm 遠くない？遠くない？ミリって距離でしょ、あのミリっていうのは。80、まあ50ミリの単玉から入りたいかなと思ってんだけど、望遠いいよ。ただまあ動画を撮影すること考えたらシャッタースピードが50か100かだから、それ以上じゃん。
それを考えると今 F 値稼ぎたいなとか思ってる。うん、いやボロカス言われてるぞって、相手のこと知らないんだもん。知らない人にボロカス言われたって、お前らだって普段ボロカス言ってんだろ俺のことなあ。お前らのコメント欄と変わらないんだって。お前らコメント欄でずっとボロカス言ってるじゃん、毎日毎日。それと一緒だよ。知らない人がボロカス言ってても俺知らないんだもん、その人のこと。キツネ枠みたいなもんだから、そう。だから、いいじゃん。言わずとけば。知らない人なんだから。逃げるなっていうかね。あ、これはライティングって言って照明の技術だね。こういうこと、ライト、このライト、赤を切るとこう、このライト、これはあのライティングって言って照明の技術だね。照明の技術だから照明当ててるんだよ、ライトを当ててんの。普通の方がいい、でもこれ別に誰でもできるんだよ。あのこういう赤い下敷き売ってるでしょ、100均で。こういうの、これハサミで切ってこうやってライト当てればいいだけだから、こうやって余計赤くなるでしょ。これだけだよ、ハサミで切ってピタッて貼ればいいんだよ、ガムテープで。ただそれだけ。みんなの部屋も明るくできる。赤でもいいし青でもいいし緑でもいいし好きな色をやればいいんだよ。そうそうそう、ただライト、アマゾンでこういうのが売ってるから、ちょっと待って、こういうクリップのライトあるでしょ、これアマゾンで1600円で売ってるから。はい、どうもどうも、これアマゾン1600円ね。これをこれをこうやってやるじゃん、で白いでしょね、これ赤くすりゃいいんだ、こうやって、ほらほら赤くなるでしょ。これだけ、これだけ、これだけ、本当にほら赤くなるでしょ、白、赤。好きな部屋の方向を決めて赤くすればいいんだ。これ、あとはクリップで挟めばいいから、これを。これ、クリップで。ね。こうやって。簡単でしょ？これだけ。溶けるよ！溶けるか溶けないかで言ったら溶けるよ。下敷きでも何でもいいよ、これあの東急ハンズとかで売ってるから、フィルター好きな色で。溶けるよ、溶ける溶ける、溶けたらダメっていう発想が嫌い俺は。溶けてもいいでしょ、 YouTuber じゃないよ俺。危ないよ、危ないよ、俺だって溶けるか溶けないかでやってるんだよ、危ないよ。だから何なんだよ、危ないんだよ、そういう世界だよ。いや本当にそう、あ、危険よりもいい絵作りだから、危ないよ、危ないですよ。でもかっこいいを優先してるんだ、そういう世界だよ、いやいや、やめないやめない、危ないことはやめろ、やめない、心配してくれてありがとう、やめない、
いや、絵作り大事だから。横の本、まあ、アルファ7とか、なんだろう。ビデオサロン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 だね。うん。基本的にはビデオサロンだね。ビデオサロンっていうのは、まあビデオサロンっていう雑誌だね。ビデオサロン、あの動画のその映像のその作り方、映画とかテレビとか、そのプロの人が読む雑誌だね。そう、映像のプロが読む雑誌。君たちには関係ないか。うん、君たちには関係ない。 YouTuber 編集入門とか読めばいい。君たちみたいなゴミみたいなのは、一から始める動画編集 iMovie 入門編とか読めばいい。俺クラスになるともうビデオサロンとか読んでるから、ああもう全然もう熟読ですよ。ビデオサロンを業界人と、もうほんと先月号のビデオサロンすごい良かったっすねみたいな感じ俺は。うん、先月の特集良かったっすね、でも先々月号はいまいちでしたねみたいな、そういう感じ業界人はね。うん、ごめんね。うん、ごめんね。ごめんなさいね、ほんと業界ですいませんね。いやもう本当に本当に、うん、何嫉妬？また？嫉妬？もういつまでそんな感じなの？もういいでしょ。うん、そう、ビデオサロンってネーミングが卑猥。うん、イマジネーションがすごいな。脚本の書き方とかはもうほんと我流だから、俺は脚本いらないんじゃないかなとか思ってるよ。え、YouTuber 潰れたの？え？うん、名古屋って人が今夜は閉めるって言ってた。おあ、そうなんだ。うん、何を言ってんのか全然わかんないわ。ちょっと何言ってるか全然わかんない。渋谷のキング俺知らないんだよね。あの、いや、イエローバスターズとか知ってるよ。あの、ただ放送見たことないんだよ俺、渋谷のキングの。まあ名前は知ってるよね、渋谷のキング超大手だからね。うん、バットマン探しに今すぐ行け、バットマン。うん、まあ、名古屋のキングって言われてもね、すごいローカルだなって西新宿5丁目のキングが吠えてるぞって言っとけ向こうに西新宿 5-19-7 のキングだからこっちは。なめんなよ、おい、西新宿 5-19-7 のキングが勝てるわけねえだろお前、名古屋のキングごときがよ。 5-19-7 が7のキングだから、ほんとこの空間のキングだよ。
あ、ごめん、間違えた。西新宿5の19の7の101のキングだから。西新宿5の19の7の101号室のキングだよ、俺は。わかった？プリンセスガーデンだぞ、お前。プリンセスガーデンだよ。そう。姫だよ。姫。西新宿の姫だよ、こっちは。プリンセスのキングだよ。プリンセスガーデンってすげえ大きく出たよね。家賃6万円だよ。家賃6万円の物件にオーナーよく強気にプリンセスガーデンってつけたよね。本当に強気だなと思ったもん。いや、すごいよね。明らかに生活保護向けの物件なのよ。あと、苦学生とかさ。貧乏な苦学生とか、生ポのやつしか住まないだろうっていうぐらいの、西新宿なのに6万円なんだよ、物件。強気だよね、プリンセスって。うん、いやー、すげえなーと思ったよ、プリンセスガーデン。いや、住もうって思ったもんね。名前が気に入ったんだよね、ちょっと。うん、いや、生ポ専用物件だから、明らかに。うん、はい、こんばんは、うん。暇だな。うん、じゃあ、上がった。名古屋のキング、トツ出て欲しかったら、名古屋のキングに、ね、花火10発飛んだら、電話出てあげるよって言っといて。花火10発、お前のリスナーが花火10発飛んだら LINE 出てあげるって言っといて。それで終わり。はい、終わり。わかった？伝えといて。うん、お邪魔かありがとう。うん、もうこっち忙しいから、ほんと。売名に付き合ってる暇ないから。コンビニの Wi-Fi 拾って配信やってんの？医師のみてえだな。すげえな。今時そんなのいるんだ。うん。キャスもやってますよ。はい。キャスも同時配信でやってますよ。コテハンがいい人はキャスで、ワド監督で検索してください。ちょっと構ってあげたくなった。いや、全然。もうほんと、ビジネスとして割り切ってやろうっていう。まあ、5000円もらえるんだったら、まあ、電話出てあげてもいいかな、ぐらいかな。もう完全にビジネスモードだね。ビジネスモード。いや、だから花火10発で電話出てあげるよ。だから花火10発で電話出てあげるって言ったでしょ？わかった？終わり、うん、花火10発投げたら、君のリスナーが花火10発投げたら出てあげるよ。まあ、コラボ配信でもいいよ、別に。うん、分かった。もうそれ以上もそれ以下もないから。まあ、お金ないから払えないだろうけど。だ、しょうがないじゃん。売名したいんでしょ？売名したいんだったら払うもん払えよ。行かないよ。うん、行かないよ。わかった？なご金とか聞いたこともないよ、ほんとに。メリットないでしょ、全然。聞いたこともないもん。
俺クズ、クズの小好き、ナゴキン雑魚なんだ、うん、10発はリーズナブルでしょ。閲覧憧れの閲覧3桁でアピールできるんだよ。ナゴキンくんがね、自分のトークではできない閲覧3桁に自分の面白さをアピールできるんだよ。たったの1万円で、たったの1万円でいいでしょ。1万円払えるリスナーを作ってから来なさいよ、リスナーを、うん、いやまあまあまあリーズナブルですよ。和道不動産もちょっとあんまり最近うまくいってないんで、知らないよ誰だかは、全くもってわかんないけど、どこの誰かわかんないけど、二窓で見てる見てる、二窓ツイキャスと、コテハンがいい人はツイキャスでコメント打ってって言って、匿名枠がいい人は匿名でコメント打ってって、ふわっちで。キートス終わったよ、もうキートスやってないわ今。キートスやってないよ。まあ、2画面同時はちょっと無理だな、離れてるからちょっと寄せないとね、うん、エビフリア、だから花火10発ね、お前の貧乏リスナーが花火10発投げたらコラボでも何でもやってやるっつってんの、分かった？もう1回しか言わないよ、花火10発投げたらコラボでも何でも上がってやるよ。わかった？キートス？いや、期限があるんだよ、キートスって。わかった？通常枠はだからツイキャスでやってるから。うん、いいよ、5000円でいいよ。いいよ、見たい人はだから5000円払う価値なんかないんだから。名古屋のキング VS 和道なんて。誰も払わないんだから、ニーズがないんだよ。キャス閲覧14、キャス閲覧14、アタッシャンね、ねえ頑張ってるよね。ああ、サダネ人気あるよね、ふわっちね。やっぱあれじゃん、暗黒界隈強いよ、やっぱなんだかんだ、うん、いや花火代は電気代だよ、そう間違いない、花火代は電気代です。ワド監督って名前、ワド監督、ひらがなでワド、漢字で監督、名前変えた、ワド監督、フェイスブックもインスタグラムも全部ワド監督。ああそうだね、変わったね、仕様がね。うん、最近はワド監督に全部統一してるアカウント、ツイッターも全部、 YouTube も。はい、ワドツ、うるさいな、ワド監督って言ったらワド監督なんだよ、もう俺がワド監督って言ったらワド監督なの、うるさい、もうワドって名前はもう変えたの、変えたの、変えたの、ワド監督ってコテハンでやってるの、わかった、うん、キャス16人だよ今、わかった、
ありがとう、お茶ありがとう。いいの、俺の気分なの。いいの。脱税監督じゃない、ワド監督。わかった。変えたの。ホモじゃない。ホモじゃないです。ホモじゃないです。ノンケです。映画撮ってるでしょ。うるさいな。どう考えても映画撮ってるでしょうが。インドマンの名前なんだっけ。もうインドマンはワンタロウでしょ。インドマンって言い方よ。ワンタロウだよ。覚えてあげろよ。ああ、ありがとう神おつくさん、助かった。ありがとうね。さっきはうるさいよ。俺が監督っつったら監督なんだよ。うるさいよ、もう。ぐず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 言え。女かよ。女子高生かよ、ほんとに。ガンジャマンはクソカスカオスだよ。もうインドマンとかガンジャマンとかもう適当な名前つけるのやめて。クソカスカオスとワンタロウだから。ガンジャマンって言い方よ。ふわっちのね、全然ね、仕事しないよね。なんかアイテム回収イベントばっかりだよね、最近ね。こんだけ2年間も仕様が変わってないって珍しいよな。こんだけ儲かってんのに。儲かってない方が焦るんだろうな、多分。儲かってるからいいやって感じなんだろうね。え、健康食品なんだ。へえ。え、ガンジャは健康になるの？え、それは言い過ぎじゃない？俺、ガンジャは健康にいいとは思ってないよ。なんか、鬱を緩和するぐらいの感じじゃないの？健康になんの？そうなの？あー、朝比奈の別垢問題か。わかんない、ガンジャマン。半分じゃない。Google の手数料じゃない。Apple の手数料が3割。でも自社のアイテム販売、パソコンから買う場合は全部入る。で、Apple の売上高が13億円ぐらいだったのかな。Apple のふわっちの売上が。まあ30億ぐらいは売れてんじゃないの。わかんないけど。映画監督。うん。がん予防になんだ。へえ、アルツハイマーも予防すんだ。へえ、すごいね、ガンジャ。だったらね、タバコみたいに、なんか国が管理して普通に販売すればいいのにね。ミマタマンじゃなくてミマタさん。真面目に働くやつは映画撮らないよ。真面目に働くようなやつは映画撮らない。カリフォルニアでも解禁したんだ。すごいね。今日花火乱舞だよ。いや、真面目にさ、月曜日から金曜日まで働いて残業するようなさ、真面目なやつがさ、映画なんか撮っても面白くねえわ、そんなの。
いや、そう思わない。うん、それバンドマンに、なんだろう、ロックンローラーになんかスーツ着なさいとか、なんか髪を黒く染めなさいって言ってるのと一緒だよ。バカだろ、本当に。うん、ちょっと考えて発言しろよな。そんな映画見たくねえわ俺。何歳まで監督なの？ずっと監督だよ。あ、ちなみに小手半だからね、監督っていうのは。だから、俺が映画を作ったらどうなるのかっていうと、和戸監督、監督作品だから。OK？ 和戸監督っていう名前だから。わかる？水道橋博士とかと同じジャンルで、和戸監、だから、映画を撮ったら和戸監督になるんじゃないの。映画を撮ったら和戸監督、監督になるから。ここ、注意ね。みんな誤解してるんだって。そう、和戸監督、監督作品だから、そう、うん、みんな勘違いしてる、うん、いや、するよ、和戸監督、監督作品。中山きんに君さん。そういうこと、そういうことだよ。俺が AD だったら、AD、和戸監督だよ。そうそう、そういうこと、そういうこと。そう。俺が AD で現場入った作品名には、AD、和戸監督って入るから、もうわけわかんない状態だよね。監督、AD 監督、みたいな。そういうこと。照明和戸監督。うん、そういうこと。いや、そういうことなんだから、しょうがないじゃん。紛らわしいって言われたって。アグネスちゃんちゃん。ちょっと面白いな、それ。アグネス、いや、アグネスちゃんのちゃんは、それは違うでしょ。アグネスちゃんで名前なんだから。いや、だから合ってるのか？そうか。アグネス、わかんなくなってきたな、もう。隣の花子さんさん。そう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 。そういうこと、そういうこと。だんだんわかってきた？だんだんわかってきたね。うん、サンプラザ中野くんくん。そういうこと、そういうこと、うん、あ、ありがとう、ありがとう、ふわちから来てくれてありがとう、サンキュー。でっかちゃんさん、さかなくんさん、そう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 、和道監督、監督、七原くんくん、そうそうそう、分かってきたね、分かってきたね、よっさんさん、そう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 、うん、そういうこと、そういうこと。あ、見てないね。カメラを止めるな。見たいね。うん、はい、ワドツ。いや、てるちゃんピンピンは違うでしょ。てるちゃんピンピンは違うでしょ。どう考えても。低予算で面白い映画撮れ、アイディア一つで。おぉ。うん、はい、金魚姫ワトツ。コンティニューありがとう。コンティニューコインありがとうね。サンキュー。筋肉痛には最近ならないんだけど、今日タイム37分だったのはびっくりしたね。前回32分、その前が30分50秒だったのに。何なんだろう、今日調子悪かったね。37分はさすがにタイム最高に遅いなと思って、うん、こんばんは。コンティニューコインありがとう。だから映画撮ってから監督名乗れじゃなくて小手半なの。なんでわかんないの、バカなの。今説明終わったでしょ、うん、ルートは今日変えた。でも今日の方が高低差がないルートだから早くなるはずなんだけどね、うん、今年の前半捨て頃に突っ込むの。いや、まあ捨て頃と配信と映画の勉強かな、うん、捨て頃終わってからもう映画ゴリゴリやる。中学生5キロ17分とかなの。俺今日37分かかったんだけど。え、
中学生って5キロ17分で走るの？マジで言ってんの？俺の倍のスピードより速く走れんの？いや、本当に言ってんの？天岐阜届いたよ、ありがとう。天岐阜届きました。ありがとうございます。ニンニンありがとう。いやー、ちょっと遅かったね、今日は。え、マジで言ってんの？ 5 キロのタイム17分で走んの？中学生って。すげえな。マジか。うん。マジか。すげえな、学生って。やば。やば。1キロ3分半。1キロ4分ぐらい。5。あー。マジか。え、今の世界記録って中学生なの？え、嘘でしょ？ 5 キロメートルの世界記録って中学生なの？もう本当に平均はもっと遅い。いや、走ってみればいいじゃん、みんな。結構びっくりですよ。俺最初50分かかったからね。半分以上歩いてたからね。リハビリで、あ、ありがとう、ガンジャマンいらっしゃい。ガンジャマンって呼ばれてるよ。ありがとう。ワン太郎のことインドマンって呼ばれてて、ガンジャマンって呼ばれてたよ、カオス。いらっしゃい。いやいやいや、なんだっけ、あの、インドマンの名前って言ったから、いや、ワン太郎だろって言ったら、なんだっけ、あの、ガンジャマンの名前って言われたから、いや、カオスだわって言って。ちょっと話題に出てたんだよ。お茶バカありがとう。ガンジャマンがツイキャスいる。ヒロポンやってねえわ、俺。レゲエ好きって聞いてるよ。カオス、何でも聞くよ。はい、ということで、皆さんありがとうございました。今日はたくさんアイテムがもらえて、非常にありがたすでございます。もしね、面白かった人はフォローしてください。最後にアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。エンディング曲聴いてください。オリジナルソングです。お疲れ様です。おつおつ。176号さん名古屋のキング枠に来いよ。キツネ227号さんつまんでからしない。キツネ315号さん帰れ。キツネ323号さんふざけんな。キツネ101号さん何これ。キツネ174号さんオリジナルソング W。 キツネ291号さんそのまま二度と配信するな。キツネ232号さんけんちゃん。キツネ245号さん何この意味。捧げるよ。何もなかったはずの自分の中から絞り出せたストーリー。あなたの苦しい悲しみを感じながら叫ぶ。ただ一つだけ。ナルシスト。キツネ291号さん名護菌が怒ってるぞ。